やっとホームで勝てました。なかなかホームで勝てなくて、本当に申し訳ない気持ちで、いっぱいでしたけど、やっと勝つことができて、ほっとしてます。これからたくさん勝ち点を積み重ねていきたいと思うので、熱い応援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございました。